どうもこんばんちは、やきひとです。シークレットゲーム、続き読んでいきたいと思います。ちなみにね、ちょっと前回説明をし忘れたんだけど、このゲームね、このメニュー画面開くと、ベッドっていうのがあるんだよ。で、これ開くと、いらっしゃいませ。これはゲームに参加するプレイヤーの生死を予測し、誰が生き残るかをかけるベッドシステムです。はい。まあこれ、簡単に説明すると、誰が生き残るかをお金をかけて、で、生き残った、その自分がかけた人が生き残ったら、まあ、お金みたいのをもらえるわけね。で、そのチップを。で、そのチップをかけて当たると、例えば、まあ、俺が総一に主人公に、このゲームでは主人公が生き残るってかけて、ゲーム終わった時に主人公が生き残ってれば、そのかけた分のチップをもらえるわけ。で、そのチップで何をするかっていうと、まあ、CG 解放したりとかっていうことができるんだけど、このシステムは、これはもう言っちゃいます。これ罠です。これ絶対にやっちゃいけません。はい。これをやってしまうと何がいけないかっていうと、なんとこのベッドシステムを使ってしまうと、新エンドがいけません、このゲーム。はい。なんで、タイトル画面にデータのリセットっていうのがあるのかっていうと、このためです。はい。このベッドシステムを使ってしまった人用のためのデータ消去システムがタイトル画面に組み込まれてるんだね。でもあれを1回でもかけちゃうと、もう新エンドに行けなくなる、このゲームは。うん。新エンドはエピソード4で行くんだけど、1回でもベッドシステムを使っちゃうと、クリア後の、新エンドが見れないっていう感じだね。はい。で、新エンドに行くとタイトル画面もちょっと変わるんだよね。はい。なんで、このベッドシステムは罠です。わからないけど、助けてくれって言ってほしい。見に行ってみようか。事故とか起きてると大変ですもんね。そんな宗一の提案に作美はすぐに同意する。しかしそれに宗一は首に横を振った。俺はプロモーション関係の何かのイベントだと思うな。これ俺当時 やられたからね、ベッドシステムやっちゃって。当時プレイステーション2版でね。そいつは笑いながらひょいと立ち上がると作品の方へ手を伸ばした。そうですね。私もそんな気がします。作品は笑顔でうなずくと、そういつの手を取り立ち上がった。改めて廊下に出ると、宗一は自分が感じていた廃屋という印象があながち間違いではないことに気づいた。コンクリート打ちっぱなしの壁は、そこかしこに蜘蛛の巣が張っていたし、壁といい、床といい、部屋の中以上に埃だらけだった。しかし、人の往来の気配が全くないというわけでもないようで、通路の中心あたりには埃は溜まっていなかった。どっちだと思う？道を知らない宗一は部屋を出たところで傍らの匠に尋ねた。部屋を出て歩いたことのない宗一とは違い、彼女は多少とはいえ通路を歩いていた。左の方は行き止まりです。私はそっちから来ましたから。答えながら匠は左の通路の奥を指さした。宗一が視線で彼女の指先を追うと、通路はしばらく直線が続き、奥の方で左に折れ曲がっていた。その途中の右側の壁にドアが一つ見える。そうなんだ。匠は宗一にうなずき続けた。はい、向こうには私の寝かされていた部屋以外にも2つ部屋があったんですけど、どちらも空っぽでした。そっか。じゃあ、3つ目の部屋で俺にあったんだね。つまり角を曲がった向こうにまだ2つの部屋があるということになる。よし、じゃあ右に。宗一がそう言いかけたとき、例の音が再び鳴り響いた。部屋の中で聞いたときよりも音は大きく、音に驚いた作美は思わず首をすくめていた。音は右の方から聞こえてきていた。その道右に行くしかないのだが、道はそっちで合っているようだ。行こう、作美さん。音がする方を向いていた宗一の言葉に、作美が無言でうなずく。その時の彼女の顔は、同一には少しだけ緊張しているように見えた。大丈夫だよ、さくみさん。どうせイベントか何かだった。でもさっきは悲鳴がしていましたし。こういうサスペンスもので悲鳴がなかったら売れないよ。言われてみればそうですね。小さく笑っている宗一に匠は顔の緊張を緩めた。しかし広いな。なんでこんなに広いんだろう。歩きながら宗一はまずつぶやいていた。建物の広さのおかげで宗一たちはなかなか音を出しているものや助けを求める声の主に出会うことができずにいた。幸いここまで分岐はほとんどなかったのだが、移動した距離はかなりの長さになっている。すでに最初の部屋から100メートル以上は移動してきているはずだ。ショッピングモールくらいの広さはあるのかもしれませんね。そうだろうね。宗一にもここは最低でもショッピングモールくらいの広さはあるように思えた。それというのも通路が迷路上に折り曲がっていたため、いくつもある部屋まで含めて考えるとこのくらいの広さがなければ収まりきらないように見えるのだ。その時、また例の音が鳴り響いた。近くなってるな。道は合ってるみたいだ。廊下に出てから音を聞くのは2度目だったが、今回は前回に比べると音はだいぶ大きくなっている。おそらく音源までの距離が縮まっているんだろう。でも、さっきから何なんでしょう、この変な音。匠は首をかしげる。今ので都合3回目。宗一の部屋で一度、通路に出てから二度。建物自体をわずかに揺らすほどのサンドバッグを地面に叩きつけた時のような鈍く重い音だった。あんまり聞かない種類の音だよね。宗一は通路を歩きながら思わずうなる。ゴンゾー再び助けを求める声。それは意外なほど近くからだった。もしかすると、声の主は移動しているのかもしれない。宗一の聞いた感じでは、もうすぐそばのはずだった。あと角を1つか2つくらいのわずかな距離だ。みつるきさん、行こう。うなずき合うと、宗一と匠は走り出した。いた、きっとあの人だ。宗一は通路の先に一人の中年男性を見つけた。聞こえていた声の感じからして、その男性で間違いないように思えた。宗一たちの走っている通路は少し先で別の直線通路につながっていた。いわゆる T 字路の形になっていて、宗一たちは T の棒状に当たる、縦状に当たる、縦棒にか当たる場所を走っていた。中年男性はちょうどそこから通りかかった格好だ。だが男は宗一たちに気づかず、すぐに通路を通り過ぎていった。どうしたんでしょう、あの人。匠は心配そうに前を寄せた。まだ距離があったため、パッと見ただけでは分からなかったのだが、彼は右足を引きずっていたように見えた。ともかく追いかけよう。何か知ってるかもしれないし。はい。走る速度を上げる宗一。匠もそれに必死でついていく。おい、そこの人、待ってくれ。一体どうしたんだ。宗一は大声でそう叫びながら T 上に飛び込んでいった。宗一の姿に気づくと、中年男性は焦りからほんの少しだけ表情を明るくした。その時、宗一は彼の首のあたりで赤い光が点滅を繰り返していることに気づいた。首輪？点滅しているのは男のつけていた首輪だった。宗一はまず自分の首輪に手を伸ばしていた。けどどうして？宗一の首輪も匠の首輪もこれまで光ったことなど一度もなかった。赤い光の点滅を見ていると妙に不安になる宗一だった。やっぱり他にも人がいたのか。そんな宗一の疑問をよそに、男は慌てて宗一たちの方へ近づいてきた。さっき見た時と同じく、彼は右足を引きずっていた。きっと怪我を負っているんだろう。歩きにくそうだった。みつるぎさん、そこへ少し遅れていた匠も追いついてきた。助けてくれ。しかし男は作美の登場には気を止めなかった。男は作美を無視して宗一に助けを求めた。一体どうしたんですか。近づいてきた男の姿は奇妙だった。まず右足を引きずっていた。これは先ほど見た通りだ。そして全身が汗まみれだった。きっと走り続けていたことが原因だろう。だが何より奇妙だったのは服のあちこちが焼け焦げていることだった。焼け焦げは右足が最もひどく、もしかしたら怪我の原因はそれなのかもしれない。どうもこうもない。あれに追われているんだ。あれ？宗一にも作美にも意味がわからない。思わず顔を見合わせる2人。ちゃんと説明してください。それでは意味が。来た！追ってきた！え？男は宗一の背後を指さすと後ずさりし始めた。その恐怖に歪んだ表情と首輪の点滅が宗一の不安を誘う。一体何が来てると言うんだ。宗一は軽い不安を感じたまま背後を振り返った。ボール？それを見たとき、宗一はあっけに取られてしまっていた。そこにあったのはコロコロと転がる小さめのサッカーボールほどの大きさの黒いボールだった。数は20個あるだろうか。傾斜でもあるのか、ボールは通路の奥からこちらに向けてコロコロと転がってきていた。転がる速度は人間が歩く速度と大して変わらない。ただボールが転がっているだけ。別に凶悪な発人者がいるわけでも、猛獣が襲ってくるわけでもない。宗一にはそこに危険があるようには思えなかった。ボールの数こそ異様だったが、男が何に怯えているのか宗一にはわからなかった。一体どうしたって言うんですか。だが男は宗一の疑問には答えず、悲鳴を上げると背を向けて走り出した。足を怪我しているがためか、その速度は遅い。歩くよりもわずかに速い程度だ。まあ、ちょっと、おじさん。もうダメだ。俺は殺される。宗一は呼び止めようとするが、男はそのまま歩いていってしまう。三剣さん。作美も宗一と同じでわけがわからないようだった。彼女は宗一にどうするのかの判断を求めていた。宗一は、そんな作美に対して口を開こうとしたのだが、その時、宗一と作美のポケットの中から同時に電子音が鳴った。今度は何だ？宗一はポケットに手を突っ込むと PDA を引っ張り出した。PDA はバックライトが点灯して画面が切り替わっており、何か写真のようなものと何かの文字が映し出されていた。三剣さん、ボールが。作美の声に PDA から目を上げると、ちょうどボールが宗一たちのいるあたりにやってきていた。何なんだこのボールは。不思議なことに、ボールは宗一と作美を避けるようにして転がっていく。宗一は何事もなく通り過ぎていくボールを見つめていた。その速度は遅かったが、宗一たちを避けて転がるボールはまるで意志でもあるかのようだ。もしかして、さっきの人はこのボールから逃げていたのかな。だが何も起きなかったぞ。宗一にはそこがわからなかった。不思議ではあるが、ボールは宗一たちに被害を加えることなく通り過ぎていった。さっきの男だけが危険であるとは思えないのだ。もし彼にとってボールが危険だったのなら、宗一たちにも同じ危険が起こったはずだ。それとも、俺たちが気づかなかっただけで、ボール以外にも誰か、それとも何かいたんだろうか。宗一は背後を振り返る。しかしそこには何の姿もない。仮に誰かが何かがいたのだとしても、今はもういなくなってしまっていた。三剣さん、大変です。これを見てください。その時、作美が宗一の手を取り、PDA を宗一の顔の前に差し出した。あのボール、さっきの男の人をずっと追いかけているんです。なんだって。宗一は目の前にある作美の PDA に手を添えると画面を覗き込んだ。PDA の画面にはさっきのボールの写真とともに、ボールについての説明が表示されていた。追跡ボール？そこにはこんな説明が書かれていた。体当たりして自爆する。ルール違反者や首輪の解除に失敗した人間を殺す自走地雷。移動速度は時速6キロ。爆発の威力はそれほどでもないから何個か当たらないと死なないし、走って逃げれば大丈夫かも。みつるきさん、もしかしたら。まさか本当に。宗一は男の姿を思い出していた。汗だくの体、全身のやけど、足の怪我、あの怯えぶり、そしてこれまでに何度か聞こえてきた爆発音。長い間追い回された上、何度かボールが体のそばで爆発して足を怪我した。そう考えることもできる。あの人はルール違反とかの首輪の解除に失敗したってことなのか。そうか、首輪だ。彼のつけていた首輪は赤く点滅していなかったか。その意味は。佐久美さん、あの人を追いかけよう。拓海も宗一がそういう理由がわからんのか素直にうなずいた。だが彼らのその判断は手遅れだった。わおバカ。さっきの男の叫び声とともに連続した轟音が響き当たる。音はこれまでのように一度きりではない。それはうごめく雷のように、とどろくね、雷のように連続した音だった。その音は PDA の情報が確かなら男に体当たりしたボールが爆発する音なのだ。角を曲がって姿を消した男を追って、宗一と佐久美は通路を走っていく。みつるぎさん、ボールがまた。ちょうど通路の角までやってきたとき、佐久美がそれに気づいた。戻ってきたのか。男が姿を消した方向からボールが4個宗一たちの方へ転がってきた。その速度はなぜか遅く、さっき見た時の半分もなかった。緊張した佐久美がキレキレにつぶやく。うなずく宗一も緊張が隠せない。宗一も佐久美も数がやっているボールを前にして思わず足を止めてしまう。最初に見た時、ボールは20個近くあった。それが今は4個しかない。その残りはどこに消えたのか。宗一は冷や汗が止まらなかった。これまでは冗談やイベントであると思って安心していたのだが、思わぬ展開にそんな気分は吹き飛んでしまっていた。どうしましょうか。拓海も同じだったのだろう。彼女はまず宗一の手を取り握りしめる。どうしようだって。宗一にもどうしていいのかわからない。本当に爆発するのか、それとも嘘なのか。宗一には判別がつかないのだ。差し当たって、宗一がしたことは、佐久美の手を握り返すことだった。ともかく佐久美さん、ちょっと下がろう。あいつらがもし本当に爆発するんだったら、大変なことになるから。宗一たちはボールを見つめながら慎重に後ずさりしていく。宗一はこの時、さっきの男がボールを見たときに同じように後ずさりしていたことを思い出していた。あの人もこんな気分だったんだろうか。後ろに逆らいながら宗一はそんなことを思う。だがボールが自分に向かってくると分かっていたあの人物はこれどころではなかったのだろう。宗一たちは一度分岐点まで下がるとボールを見守った。もしボールが宗一たちの方へ向かってくるようならすぐに逃げ出さなければならない。言ってくれたか。だが幸いなことに、ボールはそんな宗一たちをまるっきり無視して、最初にボールが通ってきた通路をそのまま通って帰っていく。宗一たちのいる通路の方には入ってくる気配はなかった。みつるぎさん、あれ、本当に爆発するんでしょうか。わからない。わからないけど、言ってくれてよかった。宗一はボールが去っていった通路を慎重にのぞき込んだ。ボールはもうだいぶ先まで転がっていっており、やがて再び通路を折れて姿を消した。思わずため息をつく宗一。長く続いた緊張から解放され、宗一の体からは力が抜けてしまっていた。あれ？その時、宗一は自分が握っている佐久美の手が震えていることに気づいた。宗一は彼女の手をぎゅっと握りしめると笑いかける。もう大丈夫だよ、佐久美さん。あいつら行っちまったから。しかし、作品の震えは少しも収まらなかった。そう一度作品が再び移動し始めたのは、ボールが見えなくなってすぐのことだった。さっき出会った男がどうなったのか、気になって仕方がなかったのだ。タイの頭の中は嫌な想像でいっぱいだった。男を追っていたはずのボールが戻ってきたことも、その不安に拍車をかけていた。もしかしたらあの男は。その想像はすぐに現実となった。それを見つけたとき、匠の喉が鳴った。上がるはずの悲鳴は喉でせき込むようにして止まり、目を覆いたくなるほどの惨劇を見ているはずなのに、視線を離すことができない。さっきの男はそこで仰向けになって死んでいた。だがそれはあまりにむごい死に様だった。最初に目についたのは下半身の焼け焦げだった。それはやけどだらというような甘やさしいものではなく、肉が削り取られ、傷口は酸化している。そして身につけていたはずのズボンは判別できないほどに焼け焦げていた。上半身は下半身ほどではなかったが、やはり服はボロボロに燃えてしまっていた。いくつも刻まれた傷口からは大量の出血があり、真っ黒になった彼の体はピチャピチャと赤い液体に浸かっていた。逆に男の顔は妙に綺麗で、その表情がしっかりと読み取れた。圧倒的な恐怖と苦痛、理不尽さへの怒り、そんなもので彩られている。端末魔、まさしくそんな言葉の似合う凄まじい表情だった。そして、そんな彼の死体の周りを、たくさんのバラバラになった金属やプラスチックの破片が取り巻いている。それはおそらく、例のボールの慣れの果てだろう。匠は大きくショックを受け、涙をいっぱいにため、膝がガクガクと揺れていた。宗一にも彼女の気持ちはよくわかった。匠は男がどう死んだのか想像できてしまったのだ。まずボールは足に体当たり。ボールは転がっていくので、最初の攻撃は足だ。そして足にダメージを負ったことで倒れ込み、そこへ再びボールが迫る。爆発の威力が調整されていたために、その間も男には意識があり、自分の体に群がってくるボールを見つめ続けたのだ。ごめん。コントローラーが今一瞬効かなかった。何度も繰り返される爆発、そして削り取られていく自分の命。逃げ出そうにも足は動かず、ハウにも腕が焼かれ、どうすることもできない。夏でもなく、死の時を待つ他はないのだ。おう、僕もない。あれに追われているんだ。この時になって、宗一はようやく出会った時の男の気持ちが理解できた。彼は一度、ボールに体当たりされて、命からがら逃げる途中だった。そこで宗一たちと出会い、助けを請う。しかし状況は理解してくれない宗一たちに絶望し、ボールが追ってきたことに気づくと、逃げ切れないと分かっていても、逃げずにはいられなかった。最後にはやはりボールに追いつかれ、意識のあるままに少しずつ爆死させられたんだ。その絶望感、無力感、恐怖、混乱、普通と理不尽さへの疑問、ありとあらゆる負の感情を抱え、男は死んでいったのだ。匠は涙をこぼし、口元に手を当てながらべたりとその場に座り込んだ。しかしその後も男の死体から目を離すことができない。震える手で口元を押さえ、なんとか意識を保っているといった状況だった。宗一もその場に膝をついてしまっていた。体にうまく力が入らない。あの時点でそう考えるのが無理だと分かっていても、どうしてもっとちゃんと男の言うことを聞かなかったのかと思わずにはいられなかった。それほどまでに目の前にある死はむごたらしい。そして彼がこうして死んだことにより、はっきりしたことがある。彼女の顔が上がる。その顔は涙に濡れ、表情は青く、カチカチと歯がぶつかり合っている。瞳は涙でいっぱいで不安そうに揺れている。さくみさん。DDA に行かれていることは真実なのだ。そんな創一と巧みだったから、そこに他の人間が姿を見せたことに気づくのは、実際にその人物に肩を揺すられてからのことだった。はい、というわけでね、じゃあ今回はね、一旦これでね、終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、ご意見もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。